ほらほら、なんでなんで信じないの。私絶対パーだと思ったんだけど、カルビみたいな。肉買った1000円綺麗に使い切るって素晴らしいと思う。もう一択一択。でもさ、ローストビーフ丼のお店が2つあるんよ。どっちの方が美味しいんだろう、うんうん、ねえ。まあお腹空いたから食べに行こう。何食べよっか。ローストビーフ丼が食べたい。気になってるのが今、海の幸も気になってて、牛タンも気になってて、あとあれ、なんだっけ、なんだっけ、あ、ガパオライスもう食べたいの。あとナンカレー。じゃあ万博会場はまさにあの個人の庭みたいなところで。そうです。美味しそう、めっちゃ美味しそう。でもいい匂いがするの。え、どうしよう。え、でもハラミステーキ丼かローストビーフ丼かで迷ってる。ローストビーフにします。君の今から並びます。23日の金曜日ですね。はい、金曜日です。はい、今いや、私は食べたいものがあるんですよ。アボカドチーズコロッケと、ありがとうございます。何かえ、でもどうしようかな。そしたらやっぱりライブとかぶりもんとちょっとやっぱりこう楽しさが。君のは誰かと半分とかしないの、自己中だから。全部一人で平らげたいの、誰にも譲らない。リアカーを引いてなんと欲張りだから、誰にもあげない。君の一口ちょうだいって言われて貴重な肉だからあげない。ね、どうしよう。だって君のさ2000円あれば両方買うんだけど、全然胃に入る。隣に並んできてもいいですか。福包み揚げ焼き餃子と、アボカドチーズコロッケを食べたいと思います。はあのチラシとかを見てた時からずっと気になってたんですよ。なので食べていきたいと思います。めっちゃ楽しみ。はい、3番さん。じゃあおすすめを聞いてみます。ローストビーフとハラミだったらどっちの方がおすすめですか。はい、お待たせしました。お伺いします。ローストビーフのどっちがおすすめですか。ハラミだったら。でもローストビーフも濃厚なタレでなかなかいいです。生っぽいのはどっちですか。生っぽいもローストビーフですね。ローストビーフで、ローストビーフで。はい、ありがとうございます。1000円頂戴いたします。はい、そしてこちらのバーカーでお並びになってお待ちください。買っちゃった。でもさ、ちょっとハラミの方が人気ついてたよ。どうしようか。どっちを買っても美味しいと思うがいいな。お腹すいた。揚げ物、やっぱりあの食べた時のパリっていうのがすごい好きなんですよ。だから餃子も端っこの、 あの羽根付きとかもあるじゃないですか。とか、あと微妙に上の方にちょびって出てる部分とか、そこだけ食べたりするのも好きなんですよ。美味しそう。こうしたらいいの。イエーイ、来ました。めっちゃ美味しそうじゃない。やばくない、やばくない。やばい。あれ、皆さん買いに来ました。あれ、あ、これ
一口食べたい。あいよ、オッケー。やった。しゃあ。え、一口出たら、でもみほちゃん一個しか食べない。あ、そうだ。ダメ。根性があればいけんだよ。結果オーライ、結果オーライ根性です。結果オーライ根性。愛さえがさえロケボベベ。曲が違う。はい、すいません、お待たせしました。お願いします。アボカドチーズコロッケ。お一つでかしこまりました。180円でございます。500円お借りします。お待たせしました。ありがとうございます。もら買ってきました。イエーイ。ただいま帰りました。帰りました。みふちゃんまず何買いましたか？はい、私は福包み揚げ焼き餃子と、うん、アボカドチーズコロッケを買ってきました。イエーイ。美味しそう、どっちもね。え、お二人足りたんだね。足りた足りた。すごい。元気皆さんは1000円ジャストのローストビーフ丼です。あの1枚これに託しました。おー、いやもう美味しそうなんですよ。ほんと早く食べたいんです。もう行っていいですか？はい、さよなら。やっぱこういうのも真ん中に見たらいいじゃん。そう、やっぱセンターって大事だよ。大事大事。